ちは、和田芳美です。今日の姫ご飯は塩キャラメルグラノーラバーを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。まず最初に鍋にお砂糖が 60g で、水を小さじ2加えて中火で加熱していきます。でこの時にヘラとかでね、混ぜすぎてしまうと砂糖が結晶化してしまうので、色が変わってくるまでは極力混ぜない。でちょうどいいね、キャラメル色になったら火を止めて、でバターを 10g 加えて手早く混ぜていきます。でバターが半分くらい溶けてきたら、ここにグラノーラを 80g 加えて、で混ぜていきます。でグラノーラにキャラメルがねしっかりと絡んだら、クッキングシートを敷いたトレーに乗せて、で平らにね薄く伸ばしていきます。ちなみに厚みがあると結構食べづらいので、薄く伸ばしていただければと思います。でまだキャラメルが固まらないうちに包丁でねある程度切れ目を入れていきます。キャラメルが完全に固まってしまうと、そこから結構切るのって大変だったりするので、その固まる前のまだ柔らかいうちに切れ目を入れてあげます。でこれをまたさっきのトレーに戻して、でクッキングシートを上に敷いて常温で1時間くらい休ませます。でそうするとキャラメルが固まるので、あとはねその切れ目、つけておいた切れ目の部分からパキッと割っていただければ大丈夫です。では完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。塩キャラメルの甘さとかね、コクがグラノーラをしっかりとコーティングしていて、とっても美味しいと思います。グラノーラって結構大きい袋でしか売ってなかったりするので、食べ飽きた時とかにね、味を変えたいなと思う時におすすめです。ちなみに保存期間としては冷蔵庫で3日くらいが目安になります。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。このね、塩キャラメルのねコクとか、あとその少しだけ入ってるお塩がね、いいアクセントになるんですよ